船井城。船井城は、文後国府内、現在の大分県大分市にあった、日本の城である。大分城、にあげ城、白地城とも呼ばれる。船井城は、大分市街の中心に位置する、はしご式平城である。安土桃山時代後期、船井に十二万国で入宝した、福原忠高が船井の荷内に落ちに築城を始めたが、福原氏は開役され。 早川長政の船井領災風を経て、関ヶ原の戦いの後に3万号千国で入宝した、竹中重敏が完成させた。江戸時代には、船井藩2万千石の藩長が置かれていたが、明治初期に、本丸、東丸、西丸の建造物以外は破却され、堀の一部が埋め立てられた。さらに、第二次世界大戦時の大分空襲により矢倉が、数頭消失した。 現在、城跡は、大分城市公園となっている。本丸跡北西宮に、人質倉、二重倉と西丸に、宗門倉、平倉が現存し、石垣、土兵、堀と共に、大分県の史跡に指定されている。県の史跡に指定された、以外の部分は、大分市の史跡に指定されている。また、三棟の二重倉と、大手門、土兵、 廊下橋が復元されている。三の丸跡には、大分県庁、大分市役所などがある。西丸跡には1966年に、大分文化会館が建てられたが、2013年、平成25年10月に閉館し、その後、解体された。文化会館跡地の利用方法は未定で、上市公園も含めて、今後検討される。なお、 大分市は1993年、平成15年に文化会館を解体した後の構想として、中期的に発掘調査、旧地整備を行った後、長期的には、天守閣再建を含めた、府内城の復元を行うとする府内城、整備基本層を策定しているが、経済情勢の変化等のために、実現の目途は立っていない。2017年、平成29年2月には、 大分城市公園整備、活用基本計画が策定され、天守等については将来的に調査、研究の成果に応じて整備を目指すとされた。2017年、平成29年12月27日から2018年、平成30年2月14日には、金属製パイプで天守の骨格を再現し、LED によるライトアップが行われた。その後、 2018年、平成30年3月27日から2019年、平成31年2月14日まで再びライトアップが行われている。古代にはやや上流の上の丘陵に文語国の国画が置かれていた。鎌倉時代から戦国時代にかけて文語国、筑語国の守護職、守護大名であった大友氏は、現在の大分駅東方。 府内城から見ると南東方に大友氏館と呼ばれる守護館を築いて本拠とし、この館を中心に府内と呼ばれる市街が形成された。また、南方の上の丘陵には上原館と呼ばれる堀や土を備えた防衛拠点が置かれていたが、二度ほど府内への侵攻を受けた際には、大友氏方はいずれも府内を捨てて近隣の高崎山城などへ拠点を移している。 府内城という名称は、大分市中心部が中世に、府内と呼ばれていたことにちなむ。北東隅に本丸を廃し、東丸、西丸、山里ぐルワが廃されている。侍町である三の丸が、北西から南東に大きく広がり本丸塔を囲んでいる。それぞれのくルワは、堀で仕切られ、渡り矢倉、廊下橋で連結されていた。は、白漆喰を塗りめたもので、 レン講師の窓、袴型の石落としを標準で持っていた。相当型で、近い、地下を持っており二重矢倉は木内から三重に見えた。東丸には、最上階が天守と、同形式の高乱と、加藤窓を持った、三重矢倉が建っていた。天守の構造は不明である。1六百五年、慶長十年旧暦十一月に描かれた、の天大部分には、 天守、よえ、上十二軒、三軒。高水より上等河原まで、十六軒半また、天守台を表す、内側の線に沿って、南北面の線に、八軒、東西面の線に、七間と書き込まれている。商法上絵図には、天守の広しさ下の十七間八間と書き込みがある。天守南側と西側に、多門櫓形式の取付櫓、付櫓があり。 西側は二重屋倉、南側は東大門と連結していた。商法上絵図等では相当型の白い世絵天守が描かれ、北野隆は文後国府内城小室府武神の里氏に描かれた天守の姿を参考に白漆喰塗り米の相当型天守を推定している。一方で、府内城天守が建造された時代は相当型天守が現れる時代より前の1602年。 慶長7年であるので、暴露型天守の可能性を指摘している、地方史やらもいる。相当型に描かれた絵図があることについては、簡略化されて描かれたもの、暴露型天守を相当型に改築した、との指摘がある。相当型を否定する説には、不井絵図の上へ2件、3件の書き込みについて、縦書きの右項は東西であることを指摘して、2件を東西張り間、 三県を南北桁行きとし、下の重南、北面、平川の八県に対して、上の十の南北面は二県の妻川であるとして、相当型でない可能性を指摘しているものや、1656年、明暦2年旧暦5月15日に書かれた五条書道具改め帳では、上の十二十目、三十目、下の十とあり、この文書内の記述に注目して、下の十を、 大入り模屋作りとしてその上部に小規模な三重の、老角を乗せる防老型天使を推定しているものがある。本丸北東部の人質城と呼ばれた車に位置する。1861年、文久元年に再建された。1963年、昭和38年2月15日に、大分県の史跡に指定されている。城の南側で、大手門のやや西に位置する。 城外からは、石垣の上に立つ平屋倉に見える一方、木内からは二重屋倉に見える。屋倉から北側に伸びる石垣が、出会いぐるわと西丸と押し切っており、城の出入り口の一部をなす、防衛上重要な施設である。1854年、火永7年、安政元年の安政王地震、安政南海地震、宝予海峡地震で倒壊し、1859年、 安政6年に再建された。1963年、昭和38年2月15日に、大分県の史跡に指定されている。正式な名称は、多ン・ヤグラ門。1945年、昭和20年の大分空襲で消失し、1965年、昭和40年に復元された。西丸と山里丸とを結ぶ、渡り廊下。 大分市発足30周年記念事業として行われた府内城再発見事業によって1995年度、平成7年度に復元された。衣装は大手門前にかかっていた廊下橋をとにしている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。